眼科専門医の平松です。今日はスマート白杖といって、駅で、患者さん、いろんな目が見えない人が、ホームに落ちちゃうことがあるじゃないですか。それの対策の最新の方法についてお話します。これは京セラという会社がですね、スマート白杖、白い杖を白杖っていうんですけれども、これを新しくして開発したんですね。具体的にどういうことをするかっていうと、白い杖の中に、チップみたいのが埋め込まれていて、落ちそうになってきたらもう危ないですって言ってくれたりとか、すごい案内をしてくれるっていうものなんですね。なんでこんなことになったかっていうと、2018年の、統計によると、目の見えない、目の完全に見えないんじゃなくても、患者さんが、落ちてしまったりとか、何らかの事故を起こしたのが60件以上起きているっていうことなんです。で、落ちないようにするには、ホームにこうドアみたいのを設置して落ちないようにするっていうシステムありますけども、あれ全国で設置されてるのは8%しかないんですね。で、やはりああいうこう安全装置っていうのをつけるにはかなりの費用がしてしまうので、都心部のごく一部のところでしかやはり対応が難しいと。だったら、患者さんが持っている白い杖の方にそれを組み込んでしまう方がいいんじゃないかっていうことなんです。これだったら、安くできますし、実際これでアナウンスもしてくれるわけですね。これ危ないです、落ちそうですとか、落ちそうなだけじゃなくて、逆側の端っこですね、もう本当に端っこなんでもう危ないですとか、あとは杖自体が振動して伝えてくれたりっていうような、そういうふうに杖自体が、考えてっていうわけじゃないですけど、考えてるかのように、患者さんにフィードバック、対応してくれると。じゃあもうこれ、じゃあ売ってんですかっていうと、それはまだなんですね。具体的に言うと、京セラは3年ぐらい。だいたい3年をめどに、これを実用化、いわゆる一般に販売するようにしようっていうのが、今の目標っていうことです。ですから、あくまでそれが開発されたっていうのが今のニュースであって、じゃあもう買えますとか、そこではないんですけども、もし買えるようになったりして、またニュースとかで出てきたら、私の方でまたこうやってお話ししていこうと思います。これってすごい、新聞とかいろんなところで実はニュースになっているけれども、目のことに関するニュースってあんまり見ないと思うんですね。で、もちろん私は眼科医ですから、自分の治療だけではなくて、患者さんにとっての新しい情報や新しいニュースで、それ以外にも、例えば法律の改正であったりとか、お金が変わるであるとかっていうのは、ここで発信していきたいと思います。なぜかっていうと、今まで普通にあるホームページとかいろんなのって、昔からあることはいろいろお伝えできるんですけど、新しいことをなかなか伝えることができなかったので、患者さん、すべての人がそういうニュースに触れられるわけではないと。なので、ここで、いろんな新しいニュースっていうのを、定期的にお伝えしていこうと思います。ですから、関係あるニュース、関係ないニュースあると思いますけども、目に関するニュースであれば、こちらの方で、ただのニュースをお伝えするだけではなくて、その背景や意図、そして、こうした方がいいですよっていうのをお話しできればと思います。ですから、今回の、スマート白杖に関して言うと、今後そうい